ラインラントの11905年のラインラントラインラントは、ドイツ西部、ライン川沿岸の一帯を指す地方の名称。ラインラントプファルツ州のほぼ全域と、ノルトベストファーレン州西部を中心に、ヘッセン州西部、バーデンビュルテンベルク州北部にまたがる。沿岸一帯といっても、南部の上流域であるアルザスやバーデン地方は含まず、カールスルーエ付近からオランダ国境付近までを指す。 ベネルクス三国やフランスのロレーヌ地方に接し、西欧の経済、産業の一大中心地である。フランク族発祥地ということもあって、方言系統はフランク語系に属し、宗教的には比較的カトリックが強い。観光名所が集まり、ドイツワインの中心的産地としても世界的に知られる。第四期の更新予には、ネアンデルタール人がこの地域に分布していたが、 ネアンデルタール人は、デュッセルドルフ近くのネアンデイル谷から名付けられた。古代ローマ帝国の時代から都市が建設され、ドイツでは最も古くから文明が栄えた地域でもある。ケルン、マインツなどの歴史ある都市が点在し、中世には新生ローマ帝国を支える主要地域の一つであった。その地域的重要性から、ルイ14世以来フランスの信仰をたびたび受けた。 ナポレオン戦争の際にはライン川西岸一帯がフランスの占領下に降ることとなった。1815年のウィーイン利停止によってプロイセン王国に割上され、1822年よりラインラント県が置かれた。周辺地域の豊富な地下資源とライン川による物流という地理的優位性からドイツにおける工業化の中心地となり、1871年の ドイツ帝国成立後も工業地帯として発展した。第一次世界大戦後のパリ講和会議によって成立したベルサイユ条約でラインラントの非武装化が定められた。その後、1925年のロカルの条約によって再びこの地が非武装地帯であることが確認されたが、1933年に成立したヒトラー政権の下でベルサイユ条約、 ロカルの条約が破棄され、1936年3月7日にドイツ軍がラインラントに侵入した。第二次世界大戦後、ドイツにおける行政区の見直しが行われ、ラインラントプファルツ州、ノルトベストファーレン州などを構成する一地域となった。ありがとうございます。